大久保塚紗は、日本の政治家。元茨城県八千代町町。茨城県に出生、茨城県立下妻第一高等学校卒業。農協理事や八千代町議会議員などを歴任。1999年、12代八千代町長に、初当選。2月9日、町長に就任。2015年10月、強制わい説及び、 県迷惑防止条例違反容疑で書類送検された。2014年8月と2015年4月に八千台町の温泉施設で開かれた火曜省で50代の女性客と60代の女性演歌歌手の胸を触るなどしたとされる。2016年6月6日、上記容疑、証拠不十分で不起訴処分となった。2017年12月13日、 第三者の女性に対し、町長選の対立候補について、地方税の滞納額が200数十万円あると漏らしたとして、地方税法違反罪で在宅起訴された。翌14日、町議会において、大久保に対する辞職勧告決議案が賛成多数で可決された。2019年1月20日に行われた八千代町長選挙に出馬せず引退。 大久保の後継指名を受けた谷中総前副町長が自由民主党推薦の元町議の水垣正宏らを破り初当選を果たした。同年3月20日、水戸地方裁判所から地方税法違反の罪で罰金20万円を言い渡された。ありがとうございます。